1>, 1番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。1番70です。よろしくお願いします。自分、えー、霊能詞でした。よろしくお願いします。ということで、ね、1番手の発言ということで、まあ、追加もないので、えー、どうしよっかな、えー。この後、占い師が1人2人出てくるでしょう。占い精査をしっかりしたい。占い師は、えー、占い師目線の、えー、進行論等々しっかり言ってほしい。と思って。 ているえー、自分は22、えー、番面だったら、えー、例のロラとして、えー、太鼓をしっかりと、えー、ぶっ潰したいと思っている、えー、太鼓が出てこなかった場合の二一番面ならグレーからその場合は SG1 から釣りたいと思っている最終番目に黒を塗られそうな人間はいらない SG1 の、えー 自分の定義としては、えー、発言が伸びないというより、思考ロック、も、ま、しくは、えー、他人の意見が理解できない、目線が違うから狼などというやつをつりたい。邪魔です。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。村人陣営でした。まあ、一番さんに関してはそうね、まあ、一番偽だと思ってます。理、ま、由、あ、については2週目。えっ、ー、とね、自分のね、あの、進行というか、あまあ、これからやりたいなと思っているのは、 ちょっとね、み、まあ、んなも最後やってると思うんだけど、メモを取るんじゃないですか。結構あの気になるところをピックアップして、それで覚えていくっていう方法をやってる人多いと思うんだけども、ちょっとね、自分今日からちょっとメモを取りにて、え、ちょっと気になるところ以外でもね、例えば、それが気になりすぎて、他のね、小さな気になったところを結構見逃していた、今までね。なんで、自分はもう本当ね、えー、 今回、村目を取りに行くと、村要素を拾うというよりも、今度は黒要素を拾う進行論でいきたいと思ってる。そんなところです。とりあえず1番は2戦。2> 3番のプレイヤーは発言してください。うん、ちょっと、霊能ないのすかして悪いんだけど、俺、霊能じゃないです。で、2番さん、霊能あるんか分かんないけど、俺、1番さん、最初に共鳴があるかなとは思ったけど、なんかしっかり途中から発言しっくりきてきたから、 一の心霊あるのかなと思った。けどもし、霊能もう一人いるなら潜伏して、占い二人出ると思うんだけど、あの、占いが二人どこを釣り寄すかをしっかり見極めてから対抗しようしてほしいかな。で、その対抗しようがあった時に関して、霊能審議してどっちかには投票しようと思ってる。俺、二番さん霊能対抗もあり得ると思ってるから、ちょっとまだ様子見ようかなと思ってる。 で、占い審議を重点的にやった方がいいと思う例の確定したとしても紙考察がすごくできるんで、占い二人出たらどっち新名で見てるかを発言で残してほしいです。以上です。 4番のプレイヤーは発言してください,ださいあ率直に1番さんに対する見方が3番さんと同じだった1番さんの序盤の、えー、対抗をしっかり潰していきたいみたいな発言があったんだけどなんかローラーされる前提の話をしていて、まあ、確かにローラー進行なんだけど基本ねだ1番さんが真なのであればそこは自分決め打つっていう強気な進行してほしいなって 思思っったた偽かなって思ったんだけどその後の S G 云々 SG うんぬん。SG1 っていうのはっていう流れの進行論に関しては、あいいなと思った、そっちの1番さんに関して。なんから現状わかんないですね。で、その意見を出した3番さんっていうのは結構ムラめかなと思った。2番さんに関しては1番さんがなぜ偽に見えたのかっていう部分は一部かぶってんじゃないかなと思うんだけど、それを2週目ちょっと聞きたい余裕があれば。ただ2番さんのメモ取るうんぬんっていうのもあんまり狼っぽくないなと思った。なんか 他にね、メモをうんぬんかんぬんってあんま言わないんじゃないかなってちょっと思ったから、現状に兄さん村っぽいなと思ってる以上。5番のプレイヤーは発言してください。うん、発言しますね。うん。23の動きがちょっと分からないけれども、えっ、ー、と、出てきます。例のです。私、例の。<laughs> で、えー、1番の発言を聞いた限りだと、1番っていうのは強人かなっていうふうに率直に思ったところだけれども、 2、3が何を言わんとしているのかが分からなかったかな、2が1を偽っていうような言い方をしたっていうのは、2が狂人であって、1が狼っていうのもありえるしで、3番については、霊能は出なくていいよっていう見方、うん、霊能ないのを透かしたっていうような言い方もしてたけれども、うん、まあ、3番の席に座っていたら、まあ、例えば1が狂人であって、2が心霊能で見えたっていうようなところもあったのかもしれないから、まあ、3番についてはちょっと正直分からないかな。 うん一番村目に見えてるのは4かな。流れで言うとね、ちょっと見えにくくなってるかなっていうようなところ、例のです。以上。俺言ったよね、占いがどこ釣りをしてるか言って出てって。1決め打ちでいいんじゃないこれ。 だって5番が心霊であったら占いのライン見て発言しくださいいはいはどうもよろししくお願いします5番さん4が白いって言ったけど4番さんの意見ってあの3番さんの1の発言が良かったとか,なんか5番さんって2、んの意見が分かんなかったんですよ1に対するでも4番さんってそこを評価して2、3村っぽい番2に対してはメモの取り方とかなって評価してるから4を白っぽく見るのもおかしいんじゃない4番さんって2、んの意見分かるって言ってるから うん、って感じですね。えー、っと、あとなんか2番が、何だっけ ?1 を狂人と見て2を人狼があるみたいな話なんだっけそれどうやって分かるんだろうと思ったけど。2番人狼視点で1がパッと出てきて、1が狂人かどうかっていうのは分かんないと思うけどな。それだったら本当に、てかごまさん出る意味なかったんで、さんまさんが言う通り、サンマーさんまさん一人の素晴らしきたの犠牲にして、 5番さん潜伏してさんまさんやりたいことやらせてあげればよかったんじゃないと思っちゃってそうてで。15だと五5番2 0 0とグレーまだ分かんないっすね。ただシェルースいっぱい作ってるようかもんのかなと思ってる。7番のプレイヤーは発言してくださいまず1番さんが最初に出たのは、うんと、普通に初日全部を出すやつだったら全然いいかなっていうふうに思ってて。 5番さんが4を白く見る視点が分かんなかったから1号で言ったら5番さんが偽で1番さんが死に見えています。3番さんに関してそれ言わなくてよかったかなっていうふうに思ってる。別に透かすのは悪いっていうことじゃないけど、それはね、多分分かってると思うんだよねみんな。それをやったことによって仮に今5番さん出てきたけど、4号6の中で例えば2人占い師出てきた時に、3番さんがそこでそれ言っちゃうことによって、狼って自分の味方釣りをしたり、本当にグレー釣りをしたりするから、 それ言わない方が良かったと思ってますただ、それは3番さんオオカミだったら出てこない発言だと思ってるから3番さん村っぽいという風に感じている。2番さんに関してはメモの話で色違ちがなかった。だが2、3で比べた時には3の方が白く見えている。そんな中で4番さんは2番さんの白を拾っていたっていう点がちょっと若干やしくて、6番さんはそんな4番さんをなんか適当に白く置いたから4と6を疑った視点を持ってます。以上8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、占い師4番さ3白と出ています。4番さ3白。 これ、9番さんが出てこなかった場合は、1号、真、老もあるし、9番さんが出てきた場合は、9番さんのことを狼で見ようと思っているから、1番さんと5番さんは、狂人で、信教で見ようと思っている。うんまず、1番さんと5番さん精査したときに、1番さんの、なんていうんだろう、ローラ、2人になったときに、ロラっていう発言が出てきた。これ、誰かも言っていたけれど、1番さんが真なのであれば、ロラされたくないよね。 シンだったら自分が霊能だったらロれされたくないしでえっ、ー、とね一番さんの言っていた太鼓を叩くいや自分はね霊能はね太,太鼓を抗叩きよりグレーの精査してほしいなと思っていて相手の新名下げるよりグレーの考察をしてほしい延長禁止なんでここまでしか喋れないです9番のプレイヤーは 発言,てて発言してください占い師ではないんで、1、2番目ということでよろしいのかなというところ。うーん、あ,あ、例の2番が例の。1>, ーこれな1、3番目、例のオーロラか。うーん、2>, 2番3をちょっとシンぽく見ちゃうかな。 なんとなく、まあでも、わかんないな。2>, 2番が1番をなんとなく偽っぽいって言っていて、新芽を取りに来た狼っていう可能性もある、なきにしもあらずか。で、1号はパッパッと出てるから、ここは心境なのかなっていう印象はある。こ、えー、相方どこだろう,うん、ちょっと2週目の発言聞いてみないと、どこを釣りをしたらいいのかわからないけど、今のところは、 うん発言聞いてみないとわかんないけど2の方が新名っぽくは感じる13番目作ってるからちょっと51は正直わかんないけどうん発言聞いて決めますええー、ごつり押さないんかこれ狩り出ていいやろいやこれなんで狩り4狩りだった時は痛いんか はいい番ですす週目発言を行います、えー、とりあえず8番さんに言っときましょう太鼓をぶっ潰すっていうのは自分がしっかりと芯を取るという意味です太鼓の黒目を上げていきますっていう発言ではないのでそこはご了承ください、えー、ということで2番さんが初週1週目から自分のことを2攻めで置いている っていうところからの、えー、例の仕様。完全に自分目線は25のどちらかに人狼が出てきているという場面なので、えー、25どちらでもっていうところではあるんですが、正直2番さんの黒目が高いので2番さんから釣ってほしいと思っている。えー、自分目線5番さんは強靭かな、うん。普通に考えればそれが納得いく。えーまあ、ただしね、えー、例のの精査っていうのはなかなかつけがたいところでだと思ってはいるので、うん 自分目線ばかり話してても仕方がないかなと思うので、まあ、しっかりと発言をしていきたいと思う。そうですね、3番さん、4番さんは結構白かったなっていうか、黒目の人間が今のところ見つからないっていう感じかな、正直。えーまあ、2番さんのムーブに対して、1号しか出てない場面で6、7についても自分の方が新芽がしっかりあると思ってくれていた。まあ、8番さんにはその 占い師としての目線からの指摘もあったが、それはあくまで僕が芯を取りに行くっていう意味合いで言っただけのことなので、まあこれ二度言っても意味ないね。まあ9番3っていうのは最終の位置で出てきた、対、えー、してしようとなかった。うん。えー、初週1周目で、えー、一応、えー、仮に強靭潜伏をったとしても5番ローがあれば、うん、9番強靭で出てくる。 出なかったっていうパターンも終えるかなとは思っている。うーん。まあ、9が強靭だったら出てくるか。オオカミだから出てこなかったっていう場面か。まあ、とりあえず2番さんから二 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい、追加します。霊能うです。まあ、9番んのところでね、占い師が1人確定したんで出ました。まあ、よく言えばもう1人で占い師が出る天津にかロシと狙ったんだけど、そこまで欲張りだったかな。まあ、1番さを2戦目で見た理由は当然自分が真の霊能うだから。 打ち内訳としては1、狂人、5、狼と見ている。1が狂人の理由としては、えー、誰かが言っていたように、最初は2、2番目の占いローラ対太鼓をしっかり潰していく。占いローラーという発言が出たということから、占いローラーされても仕方ない陣営、つまり狂人。ということで、5番さんが狼。で、えー、グレーの中で一番安しいと思っているのは9番3。番さんは結局ね、 1> 1 2をんめて見ながら、1と5を精査せず。結局ね、その後の発言が、グレーの精査は全くしていない、ね。どこが白いかぐらいは、時間がないとかでもね、いってほしかった。うーんちょっとね、グレーの中でうーん若干白いなと思ってるのは3番さん。3番さんはね、なんか自分のやりたいことをね、透かせたいような発言で、えと思ったんだけども、狼であればね、小判さんという狼は出てこないと思うんだよね。3号であれば。うん、3番さんがそんな,なんだろう。狙ってることをやってるようでわざわざ言っている。 うん、その近い順目で5番さんが出てくるんだよね。だから、うん、だから3番さんが3号ってなかなか見づらいんだよな。だから、えー、9の時点で6か7なん,なんだけども、6と7に関してはね、うん、まあ1を若干死んでみて5号に設定言っていうのは同じだからね、なかなかラインがわからないかな。今のところグレーの中では9が最高だと思ってる。まあ今日は6番さんから行って、おそらく黒が出ると思う できれば自分新規を決めるってね、えー、おそらく5は連れたらおそらく1強陣なんで、うなえー、さんがどこか苦労を見つけてもらって勝ちだと。それでいいと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、これもう2、新規決め打ちでいいでしょう。もう5番さんの俺は新を切ってる。 俺しっかり言ったよね。1番さん芯もあるけど今日もありえるから、もし占いが2人出た時の LINE 見てから出てほしいって言ったにもかかわらず5番さんは一気に出た。多分、5番さんって、俺を今日と見て、出たんじゃないかな、霊の狼に。だから俺5狼で見てる。 で、1と2に関しては2の方が新っぽいかな。グレーに関しては9番さんがやっぱ2番さんが言うように怪しいかな。2を新で決め打とうとしなかったとこ、まだ2新目では見てるって言って、えー、と、1と5の精査せずに、うん、普通なら5を一本指定でいいと思うけどね。それを言えなかった9番さんグレーじゃ怪しいかな。6番さんは5を怪しんでた視点があるけど見打ち切った可能性もあるかな。 うーん、あとねー、これもう申し訳ないけど、狩人出ていいんじゃないの出ないのニグッちょもこれ出せれるのまあいいけど狩人ないのすかして申し訳ないけど。とりあえず、俺はもう5番さんつって1か2にシーンがいると思うけど、え狩り対抗いないの 嘘やろ、あのコードちょっとシンカリには見えないんだけど。えー、グレー行くならこれな。何マジで対抗いないの ?9 入れるわ。4番のプレイヤーは発言してください。まあいあー、もう。 転覆したかったのに狩です、はあ、俺の打ち明けとしては1強2進5強ちん 1>, 違う1強2進5郎だった今の発言聞いてもタクマさん白いなと思った5を偽決め打ちの1二どっちかっていう目線を狼だったら出せないかなと思った5番さん明らかにもう進取れないなと思って下がった狼かなと見ている えー、グレーに関しては5を狼軸で置いたとき、6番さんは白いかなと思っていて、その理由が、強、えー人,まあ、人目線、あの時点で5番さんが狼で出ていたら、<coughs> あ、これ出てるなって分かるはずなんだよで、ね、そこで6番さんは強人が出なかった場合、2、号のランになって5番さんが釣られる状況を作ってるんだよで、ね、6番さんって一番最初に5番さんぶん殴って。だから6番さんは白いかなと思っている。だから7、9どっちか,かな。 7番さんに関しては、俺がさ、2の白要素を拾ったのがおかしいって言ったんだけど、2番さんの白要素っていうのは、メモ取っていくうんぬんが、率直に狼で言ってるように聞こえなかったから2番さんって言ったんだよ。だそこで6、4つなげてきた7番さんどうかなと思ったし、9番さんに関しては率直になんか、うん、3番さんの言った通り霊能の,の見方がなんかすごいあやほやだなと思った。小釣りで。 一人に関しては2番3新郎一、1万3新京一だが5番3が下がった状況だと2番3新の1番3狂人かなと思っている2番3が狂人だったら3仕様にしないだろうあそこは占いで出た方がまだ良かったと思うし2番3狂人だったらこの点から1狂人、2新五郎はいすっきりしましたねって感じかな今日ごずりの8番3に関しては7か9どっちか占ってほしい6と3は白いと思ったこれ白圧迫する必要ないわかるかな はははいいい以上5番のプレイヤー発発言言ししてくださますまず4強陣、えー、確定ですね。で、えー、と4番が私を釣りをしている時点で完全にもう強陣でしょう。通常だったら狩りからいくなんていうような形にならないんでね、えー、どう考えても、えー、クロス護衛っていうような形になると思うんで、まあ、そのあたりを8番に指摘してもらえればというふうに思っている。で、えー、1、2番については2がロー、えー、1がシンで見ている。 えー、理由を言っていきますね、えー、まず、えーと、これ6番に返すような形になるけれども、えー、2番が一を明らかに偽で見ているっていうような言い方をした上で進めていったっていうようなところからして、2番っていうのはかなり狼目あるなっていうような感じを、えー、受けてました。<laughs> えっと、出方的にね。で、えー、3番については、それに対して今回しかも狩りまで透かし始めたっていうところで、私、一番見えてるのは23664強人で見えてるかな。うん 1>, 1がローでいきなりあそこで使用するっていうふうには考えにくいかなとは思っているけどもね。まあ、それもあるのかな。しかしいいまあ、2の出方的にもね。ゃダメだから、1>, だから1、2については <laughs> 2>、うん、2のロー目の方が高いというふうには思ってるかな。うん、グレーで行くんだったら、圧倒的に3かな。 狩りを出させようとしたところ、霊能がないのもすかしたところ、そして1、2の動きの部分で、えっ、ー、と、例のに出るなっていうふうに指示したところね。うん、で、6、7、9について、えっ、ー、と、まあ、皆さんが指摘しているように、9っていうのは3、4、5の場面になったのにもかかわらず、<coughs> 1、5の部分、えー、精査しなかったっていう点は黒目かな。 うーんと6、7について、まあ、6についてはちょっと私の発言を捏造してるかなっていうようなところがあるかな。プツプツ聞こえない、うん、聞こえますちょっと多すぎりってきます。これ、7強あるんかな発言してください。捏造したつもりはないんだけどね。まあ、ごめんなさいね、その辺は。四強 ?4 強 ?4 強 ?4 強で出てくるのか。 4番強人視点で5番が、4番強人視点って、5番が狩りさらして5番が狩り確定なんだったら、4番って絶対上1来ないから、狼の上1って5番つん、ん ?5 番噛んだ後に、8番紙でしょ ?5、8の紙が決まってて、4番強人視点だと、霊能進路が透けてるから、4番がもしも強人だったら、1番強人2、新で決め打って、グレーを全部釣りはしませんかって言えばいいんじゃない そしたら4番ってさ、噛まれなくて。だから4番の強目はないんじゃない ?5 釣りはちょっとびっ、まあでも4目線は5釣りしかないもんね。うーん、4進、進五5、ーだと思うけど。で、1、強ょ2、かなと思ってんだけど。でも仮のから行って <laughs>、8番噛まれたら痛いよね。<laughs> で、2、3、ローローか。2、3、ローなくない ?2、3、ローローだったら3番のあの発言いらないと思ってんだけど。 2番さんがだってせっかくそれをやろうとしてるのに、3番が2をやることの説明しちゃったんでしょ。なくない。普通に3番さん黙っておけばいいと思ってるけどね。3番さんもだったらそれ2のサポートするのであれば、俺も1、2世だと思ってるって言って、2番はそこ叩いたから白いって言っておけば、2周目で2番さんが出てきて、3番さんが2の新名をすごく上げるってことをすれば、まだ2、3ロロいるけど、3番さんが2のやりたいことを初週で話しちゃってるから、やいや、2、3ロロには見えんけどなって感じですね。 7番3に関しては俺4の,あの白要素っていうのは4番23とほぼ色落ちしないと思うのでまさまさ結構トップの発言したけどでもそこで23をムラムラっと置いたのがオオカミの時に結構首絞めてんなと思ったからどうするこれグレーからいく ?5 の2セット1の2世決めるんだったらグレーからいった方がいいんじゃなで3番白でいって思って679のとっかじゃん俺9番行きたいな7番のプレイヤーは 発言してくださいまず1、2、2番目のおさらいからいきましょうか、8番さんの発言の時には、8番さん考察しないで、今後の進行だけ教え決めてください。 えっと、一番安全策なのは、霊能に手をかけることなんですが、ひどく1が狂人に見えていて、2が真に見えています。4番さんが狂人でそこで出るメリットが100%ないと断言できるので、5番さんが狼っていう視点を持ってます。明らかに5番さんの狼名、4番さんの真名、えっ、ー、と、霊能に関しては2番さんの出方考察になりますが、2番さんの真無があるという状況下では、狩人から言ってもいいのではないかなというふうに思ってます。セオリー通りに行くんだったら間違いなく今日は霊能からです。 だけど、俺は1強2進の5狼オカミの四進仮で、ラストウルフは9番さんだというふうに思っています。えっ、ー、と、2番さんがオカミだった時の2、3ローローっていうのを5番さん言っていましたが、それは薄いんじゃないかな。1周目の段階で3番さんが2番さんに霊能があるかのように匂にわし、なおかつ2周目に2番さんが出てくるって、そんなプロレス見せられてたのかなというふうに思っていて、仮に5目線だったら3、1ローローの方がまだあるのかなというふうに思ってます。6番さんに関しては2周目の段階ですごく白くなったかなというふうに思ってます。 1周目の,あの段階で1、2番面が形成されている状況下、5番さんオカミで相方が9番さんだった場合っていうのは、もうえと占い師一角の新郎番面っていうのが形成されていて、なおかつ9番さんオカミだった場合っていうのは、一番最後の発言位置、オカミだったら出るのではないかと村の誰かが考察し、9番さんを白起きし、占い師っていうのは間違いなく、えー、と8番ん進確定した状況下だった場合っていうのは、3、7、6、2になったはずだから、まあ、俺、号泣人狼だと思ってるから、5番さんから行きたいかな。 って俺は思ってるただセオリーでいくんだったら霊能からだから霊能からいくんだったら1グレーからいくんだったら98番さんは今後の進行について決めてくれればいいです。はい以上。まず4番さん白が出て,る出ていることから強靭でそこで仮人しようっていうのは、えー、かなり利的行為だと思っているから今日は、えー、と4番さんが自分を守って明日は5番さんが自分を守るこの進行で交互でお願いします。 で、え、ちょっと、昨日の段階で、昨日じゃねえや、えっと、3使用、例の3使用の、だった時の話なんだけれど、2番さんがもし真なのであれば、例の3使用にな、2使用、2番さんが潜伏している段階で、えっと、えー、まあ、基本的に真、老、老で出てくることなんてありえないから、真、強、老で見えているはず。で、2番さん目線1と5が例の使用している時に、えっと、真、え ?2 番さんが真で、 えと狂人と狼が出ているっていう風に見えますよね。となった時は、霊能ローラーの流れになった時って、強2目線は、えー、狂人と狼をに縄をかけられるんですけれど、そこでなんで2番さんが出てきたのかなっていうのはちょっと引っかかったけれど、もしね、2番さんが死んだら潜伏してもいいと思ったし、狂人と狼に縄使えるから。でも、ので 2>, その2番さんの初週の1番さん叩きは死っぽい。だからちょっとな。 難しいなと思ってる、うん。逃がしんなら潜伏しててよかったしでも1の殴りは2番さん自身が自分の霊能が分かっているから1叩きは納得がいく、うん、その1叩きを信じて自分は1番さんに行きたいローラー12ローラーして、まあ、4番さんと5番さんで自分にクロス越え今日は4番さんが自分守りでいいと思っている今日は自分は1からいく。9番 いや考察伸びなかったのは申し訳ないしまあ <laughs> なんだろう自分グレーの中で一番黒いっていうのは自分自身でも分かってるうんだからこそうんと村目線5のローが強いんだったら5いってもいいんじゃないかなっていうふうに俺は考察してるんだけどどうなんだろうで12は1強2進で決め,打ってるある決め打っているんであれば強人っていうのは白を出す可能性もある で角黒になる可能性もあるっていうから俺は5いってもいいんじゃねえかなってみんなの考察聞いてて思ってたんだけど8番さんがまあ12で1からいくっていうんだったら1もいいけど真理わかかるのかな2番さんが陣外で1を叩くことによって俺真の霊能だから出るっていう布石だけ打っておいて出たって可能性もあるよね。 そこだけが引っかかかってたのだから2番さんがまあ1番さんにさらっとまあ印象ないかなって言ってさらっと流して3周をつっ,ったら2のシーン決め打てたんだけど2番があの心霊能で1を叩くことによってあの自分心の霊能ですよってアピールして出た人外っていうのもあると思ったの俺はね俺はだから2の心を決めてなかったで1号の精査でしょ うん、初日の1周目グレーの精査し,しなかったのは正直ちょっと申し訳ないけど俺は7が黒いと思ってた46怪しいっていうのは正直俺自身分かってなかったけどあの時間がなくてちょっと喋れなかったそこは申し訳ないうんってところかなまあ例の行くんだったら俺もまあみんなが2進決め打つんだったら1行ってもいいんだけどかな狩人で5のローが確定してるんだったら5行ってもいいんじゃねえかなって思うんだけどダメなのこれ。 だってに真剣目打ってんだったらにが黒出せばに神確定でその後グレーいけるでしょ俺5位でよっかなと思ってる5位いきます投票を始めてください <laughs> ありえんほらじゃないべえー、5級やろいや5番の出方ってあれないわまあー位って4噛まれてとりあえず八番さんが、うん えこう言ってないの誰が黒く見られるよこう言ってない一、うん、番のプレイヤーは2番3発言してくださいはい一番です、えー、大丈夫ですか村人の皆さん二番さんっていうのはオカミですよ二番さんっていうのはなぜオカミかっていうところに説明していきましょう、えー、霊能三使用場面二番さん目線、えー、1号が人外であるにもかかわらず、えー、6から釣りたいと 最終的に2番さんが挙げたのは6番さんですよ。6番さん黒の5番さん釣ってしまえば終わるという2番さんの発言。あわよくば自分に縄が届かない。もしくは1回、それ以上1回も間違えれないっていう盤面に2番さんは持ってこようとしてますよ。大丈夫ですか、皆さん。しっかり発言聞いてます ?2 番さんっていうのは初衆で自分を叩いて,き叩いて自分が真の霊能ですよという,う言わんばかりで出てきて狼です。 2番目点やろ、うん、1>, ?1 はまあ自分は4号のどちらか正直信義はついていない4番3強靭の可能性もあるし、えー、5番3強靭の可能性もある2番3が出てきたことによりか、えー、5番3目線2番3のシーンが取れると思ったからこそ身を引いて狩流、うんえー、で出てきたそして狩流度を炙り出したという目線が自分は5番3にはある。 だから5番さん狂人も終える。えー、今日一1号の精査であるんであれば、えー、5番さんから釣ってほしい。2番さんっていうのは正直狼だとしか思っていない。先ほども言った理由からね。まあとりあえず今日は5番さんに入れてください。自分は5番さん教面もしっかりあると思っております。ー強と見ても以上です。実いいは発言しますね。まあ一心なんじゃないかなっていうのは正直思うところはあるかな。 理由としては2番っていうのはまあ今1番も言った通り2番っていうのは6を釣り落してたんだよね今日は6からって言ってたのにもかかわらず2番っていうのは私に入れてきたで結果的には2と3っていうのは私に入れてきてるよねまあ6もそうだけれどもだから私239の中に人外普通にいるんだなっていうふうに思ってますね <laughs> うーん で逆に、えーとまあ、6とか7はね、えー、私は怪しんでるのにもかかわらず、えー、きちんと1、例、え、のー、からっていうところで、えーと、通常の進行論っていうかね、普通の考え方って7番も言ってた通りり、えー、きちんとしてるっていうようなところから、6、7については村目で見ている。うん、で、4番の偽要素を挙げると、4番っていうのは、えー、私を一本釣りで、えー、指定していたのにもかかわらず、4番っていうのは9に投票している。 で、9は私に投票しているんだよね。そうしたところからラストオルフっていうのは9が、まあ、なんとなく似合うかなっていうようなところはあるけれども、うん、2、3のラインの方が濃いかなっていうようなところかなあ。2オオカミかな。2オカミかな。1よりは2だと思うんだよな。とは思ってるな。まあ、1、3、ローローっていうのもあるけれども、2、3、ローローの方が濃いような気がするな。 なんか3が2の便乗してるような感じがしてね、ものすごい2を持ち上げて、ライン結構ゴリゴリで強いから、2、3の方が濃いかなとは思ってるかな。うん。3か9か。9もちょっとな最終的には結局、4、5っていうような話で、1、2、視点が定まってない感じで、グレー精査を9っていうのはしなかったっていう点が黒要さかな。まあ今日は1に入れて投票を始めてください きていいな1行けば4かまれないやろんもう多分合計だと思うけどな5番のプレイヤーが選ばれました247924795番 のプレイヤーは発言してくださシンカリでした。<laughs> うーん。え、うやろ。はい、そうですよね。<laughs> もう、これ無理じゃないかな。うーん、入れてるのが2と7と9。うーん、7が明らかに投票変えてるから7ローかな。投票変えるっていうのは圧倒的に黒いからね。 うん、<ー>7っていうのは初日どっちに入れてたんだん7っていうのは初日1に入れてるのか,かるったしたら、えー、と2が死んだとしたら1 7ロー,ローの4強陣っていうのもありえるかなうーんカリウドムーブ難しいなとはちょっと思いましたね今回ちょっと申し訳ないな村には <laughs> うーん、そうだなまあ、7の黒目が一気に上がったかな投票を変えて私に入れてきたっていうようなところがね。ということは、おそらく7視点っていうのは、1に投票してたってことから、1がロー、えー、2がシン、まあ、2の出方はシンっていうのは多分にあるかな。3がローじゃなかったらね。 となると、やっぱり、えー、っと、1ロー、6、えー、7、えー、6、うん、4、四強化うーん。1、2でいうと、やっぱり2が真かなって方的にね、うん。1をきちんと釣りをすべきだったかな。いや、申し訳ないですね。 まあ、4の巨人の出方がうまかったとしか言いようがないかな以上です。怖は死しんないやろ、さすがに。リウド出てっていう時点で4片白だから出なかっただけでな。うん、いや、噛まれないための、うん、結局5がオカだったら4噛まれるからね。うん 8が噛まれたら4釣ればいいいやー8噛まれてもなーいやー8噛まれたらこれこのシーンあるんか、うん、あのスライド意味ないよ だと思うけどね朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。うん、これ、例の結果。六番のプレイヤーは発言して、ください。あて、あがっ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  えっと、4番、5番さんはね、きつかったね。4強人で置くしかないもんね。でも4強人視点って、5番釣るのが盤石だから、初週に9に、あの、初日、1回目の東京で9には入れないと思うよ。4番強人視点は、霊能が進路だから。 うん。5番を潰せるチャンスがあるなら5番に入れるんじゃない ?7 も、えー、とーもっと、ね、9が5に入れるってなんだから4番は多分5に入れとけばいいんじゃないかなと思ってて、1番はやっぱり強靭なんじゃない ?1 番が最初2に入れてるんでしょうん。1番強靭しては、カエルド進路透けてたから、4、号で5が狼透けてて、初心は1にが2に入れたんじゃないで、5番が強靭戦もないかな ?5 番強靭戦だと、 占い値は絶対狭めたくないはずなので8番さんが4から4を最初に守って4番が最初の8番を守ってくださいって言った以上、えー、と2日目に絶対自分の偽が透けちゃうからだったら占い値は狭めたくないはずだからグレー投票はしないんじゃなかろうかって感じで、えー、あと何かあるかな いや、5から2のちょっと怖かったけどね <laughs>。うん、怖かったけどね。でもやっぱ4の強人戦っていうのが、あの、最初の9投票っていうのと、あと出方からも考えられなかったから、まあいいかと思って。うん。9番黒でしょ。5九ロロじゃないのかな。ええー、2のか、2番が5黒って言ったのか。2番5黒。1が5白。1が5白ってことは、1目線やっぱ2狼でしかないもんね。2狼の次どこなのかうん。<laughs> まああいいや、とりあえず基番入れます。終わると思うけど。9、2の順番で釣れば村勝ち格。3、4、6、7、8、隠しろ。簡単。昨日、安定で1番さん行かなくて5番さんいった理由は簡単。5番目線は4強靭で1、2にオオカミがいるのに3に入れてるのはおかしいから5目線1、2に入れとけば2分の1でオオカミ釣れんのに3、6、7、9の4分の1の3番さんに入れてるのは明らかにおかしいから5番さんに入れました。 MVP は4万3です。4万3がそこでね、強靭しよう。めちゃめちゃ良かったかな、というふうに思ってます。まあ、俺、59ローロー、1強2審、だと思ってるけどなー。ただ、えっ、ー、と、八神が発生しているということは、えっ、ー、と、狼目線っていうのは4万3の進が分かっていない状況下だから、5万3強靭で、えっ、ー、と、82ローロー、あ、92ローローの、えっ、ー、と、 5強っていうのもありえるね仮にもしも5番さん人狼だった場合っていうのは4の芯が透けている状況下だから8神ではなく4神になるからまあ5九ロールをに芯1強が本線だけど大穴として92ロールを5強ってあげとくかはい4番さんの巨人師匠ナイスでした以上です8番のプレイヤーは発言してください九、はい、番さん狼でしたえー、っと 9番3つって終わんなかった場合って2目線の黒が5番3と9番3だから9で終わんなかったら明日に2の西手が透けて2番3つってでいいんじゃないですかねうん。えー、っと9番3を占った理由ってのがなんか自分が1番3指定したのになんか5番3に何て言うんだろう 村の票をばらけさせようとしたのかなと思って5番さんに行くっていうねなんか新占いが1に行くって言ってるのにそこで票を狩人の方に行くのはいやちょっとおかしいなと思ってで9番さん占いましたで結果黒でしたで9番さんつって終わんなかったら2番さん行ってください9番のプレイヤーは発言してください,ださい新占いどこにいるのこれ いや、明らかに号泣ロ々だったらどうやって人狼陣営勝つのってレベルじゃないこれマジか新占いどこにいんのえ八幡さん結果語りとかじゃないよね大丈夫あー結果語り恐れてるなマジ結果語り動画出してるからねご俺号泣ロ々だったらどうやって俺勝とうと思ってるのか説明してほしいんだけど だって占いが霊能に行くって言ってるんだから、じゃあ霊能行きましょうねーって言って相方かばった方が絶対強いじゃん。えどういうこと八幡さん、結果語りとかじゃないよね大丈夫えあんんまあ、マジ動画見てるなぁ、結果語りのこれ嫌なんだよね、これ。えマジって言ってんのえ どういういことえ占い師えいるの新占いがいるってこと他に。いやー、もう結果語りって思いたいんだろう、ね、マジか。<laughs> うーん、まあ、もう釣ってもらってもいいけど終わんないよ。俺はもう2位の新決め打って、もう俺も五 4号で比べたら5の視点の方がおかしかったから釣りをしただけなんだけどだから2進決って一位ってええー、どういうこと全然考察できないんだけど逆にまあいいや今日は一番入れます一番のプレイヤーは発言してください,ださい下手か下手か本当に あぁーえ,えー、5級労働でしょ2進だようん、俺が追わせられるのはえー、今日九つって終わらなかったら二番行ってくれればいいでしょっていうぐらいしか言えないよえ、はい、えー <laughs> <laughs> だってさ、キューバーさん、角黒じゃん霊能に出てくんなよ、狼がまあいいや。 はい、2番さんどうぞ 2>, 2番のプレイヤーは発言してください、はい発言します、まあ、自分が5番さんに入れた言い続けた理由というのは2つほどあって、まあ、4番さんの狂人がまずね、100%ないと思っていたから、4番さんが狂人であれば、出てしまうと7番さんのようにね、霊能から行くという進行になりえるよね、実際1番さんはつらいそうだった、4番さんが狂人だったら、一かにどっちかは絶対に狼がいるという視点。 当然、七番さんのように霊能から行くという人が出てくるのが当たり前で、四番さんの狂人だったらばね、人狩りが全くない。出てくる。あと、五番さんがね、要するに自分が死んと見られていて、五番さんの、要するに四番さんが狂人であれば、五番さんが白でいることになる。そうなると四番さんが深海と見られて、狼の神地になってしまう。だから四番さんの狂人っていうのはほぼないと思っていて、五番さんが偽。だから五番さんに入れ続けた。うん。高級人道ですね。ありがとうございました。 3番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあ、結果がたりあるかなと思ったんだろうな、9番さん入れます。お疲れさんです。4番のプレイヤーは発言してください。さい標準使用した糸は何個かあって、1個は噛まれたくなかったからなのと、あと、8番さんが白を見つけちゃったとき、かつ2番さんがオオカミだったときのケアをしたくて、 俺が強靭使用してんのに、俺が噛まれて、かつ2番さんが5番さんの結果をえ白とか出した場合、2番さんの偽を村が追えるかな、みたいなことをいろいろ考えてやったけど、まあグッチョが起きたのたび、やけくそ8番ぶっぱ紙でしょうね。うはい。いや、ね、っかり言わない。言ない師です。8番さん偽っすね。8番さん偽っす。9番さんクロスよ。はい、以上。投票を始めてください。いやこれ危なかった。白先が彼刺さってたから。 じゃないべ、うん、67が白かったのがでかいよ9番のプレイヤーが選ばれましたいや多分大阪さん俺京都見たんじゃないゲーム終了村人の勝ちですうん多分大阪さん俺京都見て で決めってもらおうと思ったんかないや俺も一番新っぽいと思ったんだよ新道作のライブ配信毎日やってますチャンネル登録して是非生放送も見に来てくださいね